朝鮮総督府官報第1号第1面、朝鮮総督府官報は、朝鮮総督府の機関紙、党官府の機関紙である、党官府広報から解消された。証書、公室例、朝鮮に関係ある法律、勅令、軍令、条約、閣令、省令、政令、府令、軍令などの法令のほか、朝鮮総督府をはじめとする、各機関の告示、通帳、 違法、広告などが掲載された。当初は朝鮮役分欄も設けられていたが、1930年4月以降は正式に削除されている。発行は日曜日、祝祭日、年末年始を除く毎日行われた8月16日以降は、この限りでない。紙面に印刷された号数は、日本政府の官報と同様、改元の度に位置にリセットされた。 号外も発行された。第1号は、朝鮮総督府が設置された、当日の1910年8月29日に発行された。第1面に掲載されたのは、韓国併合に適する証書及び、全韓国皇帝を札しておうと、試すの証書の一部。1945年8月30日に発行された第5567号の紙面で、 朝鮮総多田市伏間法派原下の諸情勢、二機一般公読者に対、して派昭和20年8月末日原理発売を、廃止取得に必要なる各官庁、軍が人間、リ無料にて9月1日以降飲食期を執行するものとすと報告された。朝鮮総督府官報は、朝鮮総督府官報編纂規定別紙第1号で、定められた以下の事項が掲載された。その後、 朝鮮総督府官報編纂規定の全部改正に伴い第2条で定められた以下の事項が掲載された。大韓民国政府が提供する朝鮮総督府官報活用システムはデジタルアーカイブ化された朝鮮総督府官報の紙面画像と作品からなり当時の紙面をインターネットで閲覧できるほか日付、人名、分類別などで作品を検索できる。ただし、 システム構築当時、韓国法制どころの近代法令知識情報 DB 構築事業と競合したことから法令については作品作成の対象外とされた。本システムは韓国政府の親日反民族行為、真相究明委員会、韓国国立中央図書館、親日反民族行為者財産調査委員会が共同して韓国情報文化振興院の知識、 情報資源管理事業の予算支援を受けて構築し、2007年度から一般に提供されている。システム構築の動機は、全部で13万ページに上る朝鮮総督府官報の内容をデータベース化して、新日反民族行為者の認定作業や歴史の研究に役立てることにあったようである。当初、1年目の事業として、 朝鮮総督府官報の1910年から1915年、1937年から1945年までの範囲をデータベース化し、2年目の2008年度末までに1916年から1936年の範囲をデータベース化して、全部のデータベース化を完了する予定だったが、2013年11月時点でデータベースは完成しておらず、 1916年から1927年までの朝鮮総督府官報は本システムでは閲覧できなかった。2016年4月、韓国国立中央図書館が本システムを改修したと発表。HTML5 ベースの Web 標準の適用、画面デザインの改善、利用者中心の検索画面の構築のほか、 画像のみで提供されていた1916年から1927年発行分の朝鮮総督府官報の記事16万267点と作品後46万7222点が追加され、1910年8月から1945年8月までに発行された朝鮮総督府官報の画像13万8683点。 記事335,527点、作員万5446,348点がデータベースの提供範囲として利用可能となっている。ありがとうございます。